ンカンカン、キツネさん。はいはーい、ごめんね、ちょっと声 でかく出ちゃった。コンコンコン。さあ、今回ですけど、今回はね、僕ね、あんま企画が分かってないんです。ヨシキディね、皆さん知ってるヨシキディ、ちょいちょいかっこいいって言われてるヨシキディ彼女いないけどヨシキディに、僕がいつも基本的に僕の YouTube って、まあ僕が、まあ偉そうに言いますけど、まあ企画を考えて、で、ヨシキディにこういうのやりたいんだけど、どう思う？なので、ヨシキディは絶対的なイエスマンなので、いいね。いいと思うよ。このやりとりしかないんですよ。今回は、一回企画、本当にちょっと丸投げしていいって。全部ヨシキディがやりたい企画でいいから、頼むわ。っていうのが今回の企画です。だから僕はまだ今現段階では何をやるのかは全く分かってないので、企画の説明はちょっとヨシキディからちょっと変わります。ここから僕ディレクターになってヨシキディが演者になりますのでお願いしますさあ今回の企画、まあ企画はね、ちょっとね、とりあえずまあちょっといろいろもう僕台本とか作ってきたんで、今回台本自分のだけね、緊張して忘れちゃうから台本作ってきたんで、まずあっちのテーブル行ってもらっていいですか？あ、とりあえず、うん、企画はそこで発表します。まずこれ、あの、つけてもらっていいですか？これなんだよこれ。ちょっとセッティングするんで、その間に髪の毛セットしたのに、あ、ごめんなさいこれに挑戦してもらいます。よっ、どうぞ。ドン何これ、蒙古タンメンですね。あ、蒙古タンメン俺好きだよ。蒙古タンメン俺好きだよ。蒙古タンメン、蒙古タンメンにさ、激辛で一番上、最上位と言われてる、うん、北極の焼きそばのやつが出てたから、うん、それを完食してもらいたいと思う。うん、いいよとりあえずこれを食べさせたいわけね。そう、その北極に挑戦してる。で、俺は食べたら何かとかあんの？あります。え、食べたら何？あ、いやいや、それはまだそんなまだそう言えない。ちょっと待ってよ、これ俺さ、あの YouTube に結構真剣に向き合ってるわけ、うん、なんだろう、ヨシキにあの企画を考えてっつって、うん、あの、うん、嫌がらせの、なんだろうね、俺のこと嫌いなの？まあほぼ罰ゲームいや、あのさ、俺、あのやっぱ再生数みたいなの追いかけたいわけよ。あんの目標？ありますよ、もちろん。再生数、やっぱ激辛企画って昔からやっぱ人気だし、で、最近やっぱコンビニでも激辛のそういうラーメンとかがめっちゃ多いの。これはね、再生回数こういくと思います。ズバリ目標再生回数32万。え、いくね。え、これ食べるだけでそれ行くの？もう食べるよ、食べるよ。オッケー、じゃあ行こうよ。というわけで、今日は激辛企画のこれから撮影に行くんですけど、まあ、その激辛は、まあ、商品はちゃんと食べてもらうんですけど、その前に結構その前から、いや、これ辛いから結構やばいよって煽って、で、全然辛いものじゃなかったら、俳優としてもバラエティでも活躍してる一流役者さんならどんなリアクションをするのかという、プチドッキリを仕掛けたいなと思います。あ、ちなみに忘れてた。え？一応これ飲んどいた。そうか、相当、いや、相当、俺も昨日食べたけど、いや、相当辛いよ。じゃあ俺ね、一個だけ言わして、うん、あのね、ヴィン店長にはまってんの韓国ドラマねそこで辛い麺を食べるシーン出てくる、なヤクルトみたいなの飲みながら、うん、だから俺全然辛いの食べたかったの、めちゃめちゃ。いけると思うよ。いや、マジで辛いよ。いけると思うよ。一応飲んだ方がいい。乳製品を入れた方が、まあ、後々胃に負担がないらしいから。ごめんね、ぬるくて家からもってぬるえ、相当辛いの？いや、相当辛かった。北極焼きそば、なんかけど色味はなんかね、多分普通の激辛、なんか激辛っぽくないの、うん、ちょっと薄めなんだけど。
うーってなった。ちょっとリタイアしたもんだった。あ、食べきれる。うん。自分が辛いものレベルで言ったらさ、どんぐらいだと思う？1から10でどれぐらい強いか。だって俺ココイチ甘口だもん。正直言うと辛いのめちゃめちゃ苦手。お待たせしました。はい、北極焼きそばございます。あれ片言になるの急に。いきます。じゃあ、え、全然じゃん。なんかそう、色は薄いんだよ。え、全然だよ。みんな見て、何にも辛そうじゃない。これ辛いな。だって俺もっと真っ赤なイメージだったんだけど、このそうこれ見たら。え、もう食べていいの？どうぞ。じゃあいただきます。なんか混ざってないんだよな、それと。わざと。じゃあいただきます。どう？あれ？あれ？リアクション薄いな。あれ？ちょっともう一口食べて。てってりー！あなたは正直者ですね！てってりー！どういうこと？それで、どんなリアクションするのかなと思って、うん、そのプチドッキリをちょっと仕掛けてみる。いらないんだよ。いや、俺だから今迷ったの。すっごいこう今葛藤があったの。仮にこれバラエティーの収録でスタッフさんとかがいっぱい見てて、だったらそのプレッシャーに負けて俺多分嘘ついちゃったと思う。ガレーってリアクションしたと思うんだけど、いやもうここのさ、もうみんなとの距離感もあるじゃん。で、よしきりだし、これまあ最悪辛くなくてもいっかとは思ったわけ。じゃあ今回の趣旨を発表します。はい。水なし激辛。はい。水なしで激辛料理を食べる、はい、に挑戦してもらいたいと思います。はい。で、さすがに俺も鬼じゃないからさ、水ないとやっぱきついから、水分、あ、飲み物はいいってこと？水はダメだけど。うん。特製ドリンク準備してきた。うん、あともう一個。はい。まあ、さっきちょうど調味料余ってるから、うん、ちょっとゲームしようかな。うん、これもマジで辛いの、本当に。普通に入れたら調味料。うん、はい、ちょっとこのゲーム買ってきたんで。はい。まあ刺して調味料をちょっとずつ足していくっていう。まあ先に逆に飛んだら負けじゃなくて飛ばした方が調味料を少なく済むんで。あ、オッケー、オッケー。北極は何振りだ？何振りっていうか、まあそれ元々のやつ、入ってるやつで、さっき余ったじゃん、ちょっとしか入れてないから。ああ、そういう、それをプラスして入れちゃうっていう。あ、もう北極は確定なの？北極は確定です。あ、北極以上を行くわけ、今から。そう、そうだよ。北極からスタートなの？北極スタート。何なのかよくわかんない。え、全部入れていいの？うお、俺がやりたいな、そのリアクション。ね、先行でやるのやめてくんない？俺のリアクション。で、混ぜればいいの？混ぜてもらって。まあ、なんとなくで。いや、この後また入れるから。ああ、そうか。入れるの確定してるけど。じゃあ、行きます。え、ゲーム行きます。黒ひげ、キキ、なんで俺こんな楽しそうにやるんだけど。キキ、一発ゲーム、飛ばせば北極、飛ばせなかったら辛さマシマシ。いきます。どこにしようかな。ここ行きます。飛ばせるか。飛んだ。え、刺さってんだよね。刺さってますね。飛ばれ。いきます。北極スタート。北極プラス1。下だな、これ絶対下。やばいです、やばいです、これはやばいです。飛んで。ゴフリ、え、やばいじゃん、ね、なんか壊れたやつ持ってきたね。だって飛ばないもん、これ全部全部刺しても飛ばないもん。本当に飛ばないって。
何本よ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。9振り。9振り。あーもう北極以上行っちゃったわ。食べてこい。俺ちょっとビビってきたわ。え、ヨシキは結局食べたんだよね。あ、食べた食べた。でも北極でしょ食べたの。俺今から北極の向こう側に行くから。で、一応まあそれあの特製ドリンク作ってきたんで、それだったら飲んでいい。あなたの嫌いなものが入ってます。何なのこのグリーンスムージーみたいな。ちょっと匂い嗅いでみてよ。うわっ。わかる。うピーマン。正解。うぅ。マジ無理。やばい。いや色全然違うでしょ。色全然違う。あれ強い説。あれあれ。うん、ちょっと待って。強い説かな。あ、俺結構やばかったよ普通の北極で。本当に。うん。マジこれ強強いんじゃない。辛いよ。あれ辛いな。あれ、あった来た。あ、来たね。来た。あ、今あー来たー。あー来た。あ、遅れてきたわこれ。辛っ。あー来た。クブリック、やばい、嫌い、やばい。あーカレー。いやどうしよう。そんな、じゃあ飲もうかどうしようか迷ってるってことよ。ちょっと行くわ。あーまずいよ。こっちの方が辛いよ。バク泣きだよ。こっちの方が辛いよ俺は。え、これ何なの。俺で食べたら何かあんの。あ、プレゼント持ってきました。食べ終わったら、うん。え、で、一応プレゼント見してよ。あ、プレゼント見てから頑張るってこと。いや、そうそう、目標を見してもらったら頑張れるかもしれないじゃん。ダメです。なんでよ。いいよ、別に全然リタイア。食べた手でちょっと減らして食べきって完成食でもいいんだよ。やだよ。別にいいんだよ、やらせやっても俺は。あいつなんかそんな性格が悪くなってきた。久しぶりになったら俺びっくりしたよ。みんな今日はいいよ。アンチコメント大歓迎。よしきりえのだって性格悪いもん。いや本当に今口が痛いの。もう喋んのも痛いのよ。ギブアップします。え、ギブありなのマジで。ああ、全然あり。じゃあギブっす。マジで本当にふざけてんだけど。なんだよこれ。デッソース。ユシキ俺嫌いだわ。そっか、本当ごめん、本当に言った。あー、ちょっと待って待って、ちょっと入れすぎだって。あ、ちょっとマジで本当だ。本当マジでこれあれだから。いや本当。いただきます。もっと豪快にいって。ガッと。そうそうそう、男らしい。おお。ごめん、ごめん、本当ごめん。ごめん、本当俺が悪かったわ。あんな笑ってごめん。というわけで、楽しかったね。いや、楽しかった。楽しかった。楽しかったわ。ごめん、自己満足企画かもしれないけど、皆さんもしよければ、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。また楽しい動画いろいろお届けできると思うんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。バイバーイ。なな中尾さんさん秋吉さんさん狐さんさんなな中尾さんさん秋吉さんさん狐さんさん狐さん。